みたい。デゴみたい。福井は9階がすごく高い建物です。ストックホルムもそんな高い建物ないけど。なんかさ、時間が切れるね。エレベーターじゃない、エスカレーターになるかって、なんていうんやろ。イタリアだけどね、お土産ばっかり考えてる。これ可愛くない？可愛い。アーティチョークかな。あ、オリーブ、オリーブだ。ある？これはパスタかな？これもパスタだって。持って帰るとボロボロになりそうじゃない？本当お蕎麦みたい。これ一回分かな？これもパスタだね。こんな感じね。モルモルがパンの上にアイスをつけて食べたら真似してパンの上にアイス、ジェラートかな。これも美味しいね。ピーカしようとしたけどちょっとお腹は減ったのでピザとパスタを食べています。それにハマった。アイスピザ、アイスピザにハマっちゃいました。電気。ね。買ったな。
パカちゃん。かわいいでしょ。これで片方を授乳してる間にここで垂れてくるミルクを保管できます。ここに入れて、で余ったらここで飲ませるという。ホルムのスウェーデンの旗のさ、青と黄色、うん、そういう世界なんだ。ここ通ったところです。ここ座れますよ。すごい。パソコンあるじゃん。こんこん。どうぞ。お邪魔します。パソコンしてるんですか。お家です。うま？おお。ブラッシングしたら？おいしい。どう？コーネのお土産。これ。あの白身をこう泡立ててメレンゲみたいな。デンマークのチョコレート。ハンネスがちっちゃい頃によく食べてたチョコレートだし。おいしいこれでも。日本にめちゃくちゃおいしい。あ、よく見たな。日本に似てるのがある。卵ホーローに似てる味。デンマークのチョコレート。お土産。こんな感じ？
わお、パンで。ほら、パンに挟むチョコレート。これパンに挟むの薄い。薄い。美味しそう。たくさんあるんだ。食べたい。うん。面白い。食べる？Grazie. Sai che mande così smorgo sta. Un po' di pasta o di un faster o di un美味しい、美味しいチョコレート。これを使っていろんななんか違うお菓子に使えそうじゃない、日本とかで。あれどこ行った？カムカムウサギ。スナップかっこいい。